大阪市立四冠島小学校は大阪市小野花区にある公立の小学校。1950年代には児童数約2600人を数えた長万ボス校であったが2010年時点では約120人の小規模校となっている。1919年に大阪市春日出神城高等小学校より分離する形で大阪市四冠島神城小学校として開校した。 分離元のカスガデ城高等小学校は1873年に地域で最初の小学校、西成郡第2小区第2番小学校として、当時の西成郡カスガデ神殿、四貫島に行った、六軒屋、新田、南に行った、島屋神殿、御木島神殿の連合で設置された。地域の児童数増加に伴い、 春日出神人城高等小学校から分離する形で1919 19年、大阪市四冠島人城小学校が設置された。四冠島人城小学校の後ろ身が、現在の大阪市立四冠島小学校にあたる。1922年には高等科を設置した。しかし1934年には高等科単独の大阪市春日出高等小学校を設置し、春日出 四冠島両校の高等科を統合することになった。これにより高等科を春日で高等小学校に移管し、再び尋常化単独となった。国民学校令により、1941年には大阪市四冠島国民学校に改称した。1942年には春日で四冠島、バイの各国民学校の校区の一部を再編し、 大阪市朝日国民学校が創立している。太平洋戦争の戦局悪化により、1944年以降愛媛県温泉郡北条町、正岡村、河野村に学童集団疎開を実施している。1945年の大阪大空襲では木造校舎を消失する被害を受けた。四冠島国民学校は戦後に授業を再開し、 学生改革により1947年に大阪市立四冠島小学校となった。一方で周辺の売校、朝日、中春日での三国民学校は、戦災被害を理由に休校となり、春日で国民学校に統合された。さらに、春日で国民学校は1947年、春日で国民学校は、新生中学校。 大阪市立この花第一中学校に校舎を転用することになった。このため、春日出国民学校は廃校となり、四冠島小学校へと統合された。なお戦後に大阪市立春日出小学校が設置されているが、現春日出小学校は1961年に新設された小学校であり、戦前の春日ガ小学校と戦後の春日ガ小学校は、 学校園各種の上では連続していない。地域の復興により1955年には繊細で春日出校に統合されて休校となった大阪市立外高小学校が当校から分離して再開校している。ありがとうございます。